火热。ですから、家って住みた教会の信者がみんな、熱い信仰を持って、他很自然会跟着火热起来。それに伴って彼らの信仰も熱くなります。好，看马太福音。ですから、話を戻りまして、マタイの福音書を見ましょう。第六章。六章。24节。24節。马太福音六章二十四节。马太福音六章二十四节。二十四节到三十四节这段圣经里面。24節から34節までの聖書。大家都很熟悉。皆さんよくご存知でしょう。但是我们今天从这一段圣经里面把它定了这个题目是所罗门王跟野地百合花。しかし、この一段落の聖書から、できたテーマとしては、ソロモン王と野の花。重点就是取28跟29这两节。重点なところ、まあ一番キーポイントと言いますと、28節と29節の中から取りました。我们看28节。28節。何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。28節。まだなぜ着物のことで思わずなのか。野の花がどうして育てているのか考えてみるのが良い。働きもせず、紡ぎもしない。29節。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。29節。しかしあなた方に言うか、栄華を極めた時のそのものでさえ、この花の一つほどにも、着飾ってはいなかった。好，我们在24到34这一段圣经，大家平常都很容易明白的，也常常在勉励的，就是不要忧虑了。24節から34節の聖書につきましては、皆さんよく、勉強したことは、何事についても、思い忘れるな。那我们今天从28、29在另外一个角度来探讨。しかし、今日は28節と29節をもって、別の角度からもって聖書を勉強していきたいと思います。野地的百合花。野の百合は。跟所罗门王极荣华的穿戴，それがソロモン王の栄華なる着物と比べる。为什么圣经里面会告诉我们说，所罗门极荣华还不如百合花？しかし聖書なぜ栄華を極めたソロモン王でさえこの花に負けているというふうに言ったでしょうか？在加南美地，野地的百合花是非常的普遍。カナン地、イスラエルのカナン地におきましては、野の花、まだ野の稲はとってもたくさんあります。我们在南非的时候。自分が南アフリカにいたとき。满山遍野很多的小黄花。山の上に全部いっぱいいっぱいの黄色の小花があります。这成为他们山景的一个特色。これが彼ら山の風景の一つの特色。特徴になります。那在加南美地呢？野地里有许许多多的百合花。しかし、カナン地におきましては、野や中にはたくさんの百合があります。二十九节告诉我们说，这么多的百合花，随便拿一朵起来就好。しかし、二十九節の中にはこのたくさんの花から一つだけ取っておけばいいです。所罗门王极荣华的时候的穿戴都不如这一朵的百合花。栄華を極めたソロモンの着物が、この花の一つほどにも、着飾って言われなかったですね。はい、どうぞ。希望我们今天这个道理学习之后。願うのは、今日この真理を勉強した後。我们会对墨田的小百合更加一层的认识。隅田教会の再臨新米に対する認識も深めてほしいと。甚至以后你结婚了要生个小孩子，你也可以说我也要来娶百合。さらにあなたが結婚して娘を、生まれて、その名前もユリというふうにつけましょう。这个没有专利的，我相信你的孩子娶百合，小百合不会抗议。これ特に特権とかそういった話しないですね。就好像传道的女儿叫以琳。例えば自分の娘が、イリンと言いますけど。我们到了一个国家，有一位姐妹说：“传道，我的小孩也要叫以琳，可以吗？”
ですから、ある国に行って、親に聞かれて、私の娘もイリンというふうに呼ばれてもいいんですか？我说以琳没有专利。私言ったのは、イリンという名前は特に特権とか只ない要でにす。喜欢都可以。ただ、あなた好きならば、そういうふうに名付けばいい。男的女的都可以叫以琳。まあ、男であれ、女であれ、イリンという呼ばれていいんで。很多人都叫以琳的。たくさんの人もイリンという名前を取りました。百合也一样。ユリも同じです。那现在我们要了解的所罗门王的荣华富贵到底是怎么一回事？で、今勉強したいことは、ソロモン王の栄華というのはどんなものでしょう？歴代志下。歴代志下。旧約聖書。第一章。第一章。十二節。十二節。歴代志下。第一章。十二節。歴代志下。一章。十二節。我必赐你智慧、聪明，也必赐你智才、丰富、尊荣。在你以前的列王都没有这样，在你以后也必没有这样的。十二節、知恵と知識をあなたに与えられている。私はまだあなたの前の王のたちのまだ得たことのないほどの富と宝と誉れとをあなたに与えよう。あなたの後のものもこのようなものを得ないでしょう。我们刚才看到说所罗门王极荣华富贵，现在这里什么叫极荣华富贵？富贵是空前绝后的。先ほどソロモン王がとても栄華を極めた時というのは、どんな感じでしょう？ここから見てわかるように空前絶後な我们常常看到说，这个国家里面前十名有钱的人。よく、ランキングありますけど、この国の中一番金持ちの、ランキングトップ10。我们看到亚洲前十名有钱的人。またアジア一番金持ちのトップ10のランキングもあります。再看到世界。前十名有钱的人。まだ、世界のよくある、フォーブスの、ランキングの名前もあります。大家眼睛都越来越大。ですから、みんな目がだん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 大きくなって。好，他最有钱的人呢？ですから、一番金持ちの人は誰でしょう？我们更想知道他到底是怎么过生活。ですから、あの人の生活、普段の暮らしどうなっているかみんな知りたい。从浴室的设备。例えば、お風呂の設備。厨房的设备。またキッチンの設備。这些都人家看不到的。これは、我々普段見えないでしょ。不是随可以随便让你看的。まあそれ当然、軽く他人に見せる。房子的外面可以让你看一看。例えば建物の外観が見えるんですけど。你进到他的卧室。しかし、寝室に入って。进到他的这个冲凉房。まだそのお風呂に入って。这真的是越来越隐秘了。それ本当に隠蔽ほどな。世界的首富他怎么样享受？ですからこの世で今一番金持ちの人はその生活をどうなっているのか。都不如所罗门王。しかし、当時のソロモンに勝っているはない。ソロモン、聖经给我们肯定是空前又绝后的尊荣富贵。ソロモンの中に言っているのは、その富と宝と誉れが空前絶後のものであると。那他所穿所戴的。ですから、彼が着ているもの、まだ、飾っているものか。更不用讲。それも当然言うほどもない。在他身上的当然要更好。当然、その着物の上に一番良いものではないと。因为那只是居住的设备啊。なぜまそれが、住んでいる。まだ居住設備。你看示巴女王闻名而来啊，示巴慕名而来。示巴の女王が彼の名前聞いてわざわざ遠いところから上がってきました。他看到所罗门王在宫殿里面的这种堂皇富丽，他都傻眼了。ですが、彼の女王がこのソロモン王の宮のその来装を見て本当に圧倒しました。示巴女王对所罗门王怎么说？その女王はソロモンに対してこう言いました。他说：“我还没有来看你的时候，人家所告诉我的，我还不太相信。”私まだあなたにお会いする前に噂聞いたんですけども、それあまり信じなかったんですけども。今天我亲眼看。しかし今日私は自分の目で確かめた。人家告诉我你多富有，都形容不到一半啊。噂があなた本当のことを半分しか、好きないという話。真的是我没话讲了。本当に私言う話何もない。你怎么这么有智慧？なぜあなた ここまでの知恵持ってるでしょう？有富有。まだこんなに富んでるでしょう？这么尊荣。まだこんなに誉れあるでしょう？好，现在我们终于明白了。で今我々わかりました。王对王哦。これが王と王の比較。女王是更喜欢打扮的吧？女王が本当に、自分を化粧したいとかまあ。我们在座有男士跟女士。例えば今日いらっしゃる男と女。绝大部分都是女士起来就打扮打扮打扮。まあ当然ほとんどが女性の方が朝早く起きて化粧したり。当然了，现在也不少的帅哥也是离那个镜子都离不开的。
まあ当然今結構ある若い者のイケメンが結構頭髪要怎么样喷高高的。例えば髪のスタイルがどういうふうにしてるとか。本来头发要斜斜，他要给他喷高高。例えば髪の毛がもともとは下に行くんですけども、まあ、いろんな形。但是怎么都没有想到岳飞那首歌《怒发才冲冠》呢？しかし、中国の総長の学費の鹿長である。就是人一生气的时候，发才会竖起来。人が怒ると髪の毛が立つという話。但是我们现在是流行每个。男孩子都要把头发竖起来。しかし今生えてる男の流行りの髪スタイルは男でも髪の毛が立つようにはなる。神造我们是顺其自然的。しかし神様の作りというと、自然に従ってそうすると髪の毛が下に行くんです。所以有时候我们要想一下，女士多打扮，这个很自然的。ですから女性の方がよく、化粧したりそれは自然であるんですけども。男士追求整齐，仪表端庄，这个也是应该的。まあ、男の方は、自分の以前まだ、年季正しくまだ綺麗に見せるためにそれも当然男士千万不要花太多时间跟女士比赛在镜子面前打扮。しかし男があまり時間を鏡の前に費やしてはならない。四八女王她是女性她一定重打扮。ですから、シバルの女王は必ず女性であるから、必ず自分の化粧をまだ自分の着物を対しては、結構極めている。但是他看到所罗门的穿戴，他认输了。しかし、ソロモン王の着物を見て、それが自分が負けると言いました。所罗门王是富贵到不能再富贵。ですから、ソロモンの栄華本当に極めたものである。所以用四八女王来羡慕所罗门王。ですから、シバルの女王がソロモン王の、着物まだ持てるものを敬ましいと言っている。所罗门王的奢华。宴乐到极点。ですから、その王の贅沢さも本当に極めたものである。但是为什么圣经这么讲说，野地的百合花随便拿一朵都胜过你所罗门王所穿所戴。しかし、聖書なぜこの野原の遊輪が適当に、一つを取って、それでもソロモンの栄華を勝っているということを言ってるでしょうか。我们有没有去想这个问题？これは俺この問題について我々考えたことあるでしょう。各位看看。我们所插的花，周りの池パラを見て，这很漂亮。まあこれ綺麗ですね。所罗门王所穿戴的一定是穿金戴银呢。ですから、ソロモン王の着物必ず金とか、宝石とか飾ってるでしょ。给你选，给我选，你要选什么？ですからこの二つものを並べてあなたはどれを選ぶでしょう？我想三岁小孩也知道。三歳の子供でもわかるでしょう。金光闪闪当然比较好。まあピカピカしてるまあ。我们看到都会眼睛都会冒金花了。まあそれ見たらみんなそれ好きになって目が大きくなってしまう。但是你要去推敲思考。しかしよくそれについて考えて思いましょう。为什么所罗门王穿金戴银不如野地百合花随便一朵？なぜソロモンの着物がその野の花により負けてるでしょう？想到了没有？答え。想到的告诉我。見つけたでしょうか。答え思いついたでしょうか。头脑体操。頭を使いましょう。金银有没有生命？金银とか命あるでしょう。金银钻石，我们从南非来的。有同龄说，传道你去南非有没有看到钻石？私南アフリカから来たものなんで、ですからよく聞かれる。ことは天童氏あなた南アフリカでダイヤモンドをよく見かけたでしょう。我在读书的时候印象就很深，南非也称为钻石王国。自分が昔勉強してた頃もよく覚えてますけども、南アフリカよく、有名なダイヤモンドを収藏してます。但是我被派去南非不是去采钻石。しかし自分が南アフリカに使わされて、それはダイヤモンドを見に行ったわけじゃなくて。是去牧养羊群。それが。教会の信者たちを牧養するために行きました。当然、我也可以去看钻石。まあ当然そのついにダイヤモンドを見に行ってもいいんですけど。很多展览钻石的地方。いろんな、ダイヤモンドの種があります。但是我去都没去过。しかし私一回も行ってない。所以我去南非没看过钻石。ですから自分南アフリカ行っても、ダイヤモンドを見たことないです。报纸常常会看。しかし、新聞がよく載ってます。又发现钻石。まだダイヤモンドを発見しました。又有一个钻石。まだこの有名なでかいダイヤモンドありました。世界第几大？これまだ世界のダイヤモンドのランキングに入ります。好，就算你有钻石。例えばあなたダイヤモンドを持っても。你把钻石拿出来。あなたダイヤモンドを出して。它没有气息，没有生命。ダイヤモンドには息も命もない。
野地的百合花随便一朵，你把它看看，它有生命。しかし、野の花を適当の一つを持ってそれ見ても、それが命まだ。所以我们去体会这一句话。ですが、この言葉を深く噛みましょう。所罗门王跟野地百合花做一个比较。所罗门王と野の花についてこの二つの比較を見てみましょう。所罗门王に极荣华富贵所穿戴的没有生命。だから、ソロモン王の栄冠の着物が、たくさんあっても、その命がないです。野地的百合花有生命。しかし、野の花には命あります。这个是告诉我们什么意思。これ、我々何を言いたいでしょう。マタイ福音。マタによる福音書。16章。16章。マタによる福音書16章。26節。26節。マタイ福音16章26節。就落选就落选。人若赚得全世界赔上自己的生命有什么益处呢？人还能拿什么来换生命呢？はい、你就落选。たとえ人が全世界を儲けても自分の命を損したら、何の得になるか。まだ人はどんな代価払ってその命を買い戻すことができるようか。好，所罗门王空前绝后的富贵。ソロモンの空前絶後の栄冠があって。如果再跟全世界的荣华富贵来比，それまだ全世界の映画と比べると、当然所罗门王的荣华富贵又跟不上全世界的。まあ当然所罗门王の富がその全世界の富の中の一部しか少ない。因为所罗门王的荣华富贵也是被全世界的荣华富贵所包含。なぜならば所罗门王の富が全世界の富の中に含まれているから。现在这里主耶稣讲的，で今は主様が言ったもの、用全世界来跟一条灵魂比，それが全世界と一人の命と比べてます。也就是跟我们的生命来比，いや我々の命と比べてます。全世界算不了，それが全世界は何もならない。那所罗门王的极荣华富贵更算不得什么。そうするとソロモン王の富か栄冠がさらに何もならない。这个就是提醒我们什么？これ我々は何を忠告しているでしょうか？生命最宝贵。命が一番尊いです。生命最可贵。まだ命が一番大事なものなんです。福清话不晓得有没有这么说哈。福生の言葉あるかどうかわかんないですけど。闽南话有这样讲。台湾語とか闽南語ありますね。哇，乞丐赢过西皇帝，活的乞丐胜过死去的皇帝。生きてる乞丐が死んでる皇帝より勝る。有没有？福清话有没有这种说法？顺便学一下。要问外婆，我不知道。外婆。你就够长，有没有这样讲？有没有这种俗语？有，有。我们理事长说有，前一直是说有。哦，来讲给一下，给我们大家听一下，这种俗语是什么？活乞丐胜过死皇帝。这种谚语俗语是怎么讲？有没有知道的人讲，没关系，不用客气。我可以，这个要学，这种很好的谚语要学。这在提醒我们不要在这个世界一直往钱堆里面转。このこだわ、ことわざが我々に忠告していることは、いつもいつも金のために働くにはいかない。钱谁不要？まあ誰でも金欲しいなんです。见钱眼就开。金を見たら目がパッと開く。难怪大家都往前看，不是前面的钱，金钱的钱。ですからみんな、金に向いてまだそこに目線行ってしまう。難怪大家都要向前看，不是前面的钱，金钱的钱。ですからよく、中国の、ことわざなんですけど、前を見なさいと言いますけども、しかしそれがお金を見てるんじゃないですか。一般人都会说有钱能使鬼推磨。お金あればさらに悪魔にも話あなたの話を聞くでしょう。有钱就万事通啊。で、お金あれば何でもできる。那魔鬼就是这样厉害。で、悪魔がそこを使ってます。什么叫做鬼迷心窍？悪魔に惑わされて、心にも想鬼迷心窍，我们不愿意。ですがこの言葉あまり過ぎじゃないんですけど。我才不要鬼呢。私は悪魔が欲しくない。想財要不要？ですからお金財と言います。招財進寶。中国のよく世俗人所喜欢用的。招財進寶と言います。財源滾滾而來。財源がだん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 上がってくる。一般人所喜欢听的。これが普通の一般人がみんなこの話好きです。钱都不嫌少。お金が、多いほど多い。所以财迷心窍，魔鬼就赢了。ですから、お金の思いでいっぱいいっぱいでそれによって悪魔が勝ってます。我们为什么在日本会有那么多的人过劳死？日本でなぜそんなたくさんの人が過労死でしたか？你为了赚更多的钱。
もっとたくさんのお金儲けたい。一直都骗，一直都骗。無理して、無理して。你为什么有这么多的钱？なぜあなたこれほどお金あったでしょう？因为你付出你很多的生命。なぜまあそれあなた命を持ってそれ買えたんです。你的时间。あなた時間。你要知道，时间就等于金钱，就等于生命了。ご存知に時間が金銭にイコールして、まだ命にもイコールして。因为你花很多的时间才赚很多的钱。なぜまあ時間を費やしてそのお金を取ったんです。就是你付出很多的生命，你才有很多的钱。要はたくさんの命を払ってその分のお金を戻す。但是你已经把生命付出去了。しかしあなたもすでに命を払ったんだ。所以你就减少你的生命。ですからあなた命も減ってしまう。等到你拥有很多钱。ですからたくさんの人、たくさんの金を持ってきて。你已经失去很多生命了。それがあなたがたくさんの命を失っているのに。本来你可以活120岁。例えばあなたもともと120歳まで生きる。当然你已经付出太多。しかしたくさん払ったんで。所以你赚了很多钱。ですからその代わりにたくさんのお金入ったんですけども。800万、8000万、8亿。例えば8000万、8億。但是你已经损失了80岁的生命。しかしあなたすでに80歳分の命を払ってしまった。你剩下多少年可以活？そうするとあなた残りの命どのくらいでしょう？难怪会有过劳死。ですからそれが過労死があってもおかしくない。所以主耶稣提醒我们什么？ですから主耶稣様は何を我々を忠告しているでしょう？一条灵魂。一つの魂。胜过全世界。すべて、全世界を勝って。谁能赚得全世界？誰が全世界を儲けることができるでしょう？没有一个人可以跟所罗门比。誰一人がソロモンと比べるものならない。更没有办法赚到全世界。ですから、さらに全世界儲けることもできない。因为所罗门王都不如全世界。なぜならば、ソロモンが全世界の中に入っているから。所以在这种状况之下。ですから、この状況を起きまして。我们应该要好好的静下来。我々まず、落ち着いて。来思考我的人生观了。自分の人生観について、考えましょう。所罗门王在传道书的时候，他已经是进入晚年了。所罗门が伝道の文を書いた時が、彼の晩年である。我们说不听老人言，吃亏就在眼前。年寄りの話聞かないと、すぐ自分の損が見えてくる。很多做儿女的，就是不愿意听爸爸妈妈的话。たくさん子供たる者が親の話聞きたくないから。每次都跟爸爸妈妈说，我们现在是什么时代？你们那个是什么时代？你们是。古老的时代。毎回親と喧嘩してる時、あなたの時代も過ぎてるから、あなたの時代も古いから。我们现在是电子时代。今時代、今我々時代は科技時代。まだ、科学の時代。你不要跟我们讲我们那个时代怎么样，我们那个时代不要讲，我不听。ですから話すと私の時代、私だと言わないでください。时代不同是没有错。時代も違う、それは合ってますけど。但是人生的体验不会改变。しかし人生の体験というのといったものは変わらない。生老病死，什么世代都一样公平。生老病死というのはいつの時代においても同じです。所以父母亲的人生观不会改，因为你这个电子时代而对你没有帮助。ですから親の人生観が今の時代におきましてあなたにも、役に立つです。父母亲的人生观是学校的书本教育。没有的。親の人生観が学校の勉強の中にはないものです。他切身的体验谈是金银所买不到的。親の自分の体験、過去失敗した体験を持って、それがお金あっても買えないもの。所以这次传道的女儿跟女婿。ですから今回自分の娘と息子さんが日本に来ましたんですけど。前一直是说要请吃饭。作業主人が、ご飯を送ってくれると言ったんです。我说你没有先教导他不吃。先教导他。先教导这两个年轻人。あ、はい。私いたのは、あなたがこのまず二人若者をついて説教してもらわないと私は。不要让他们两个吃了变白痴。なぜならば、食べてなぜ食べたのか、わからないままにしたくない。请你把你年轻时代怎么受苦告诉他。ですからあなたが、先ほど主人が若い頃にどういうふうに苦労したのか、その話をこの二人の自分の娘の我一再提醒这两个年轻人。息子さんに言ってください。私よくこの自分の娘の息子さんに。你们现在虽然是教会的负责人。あなた今、教会の責任者であってるんですけど。你要学习的事情要更多。しかし、学ぶこともまだたくさんたくさん。学习更多的前辈怎么样爱教会。たくさんの、先輩たちが教会することを勉強しましょう。怎么样爱羊群。まだ、羊たちを愛している姿も勉強しましょう。这就是要付出你的时间、体力、金钱。要はこの勉強するためにあなたの時間と体力とお金を、支払ってください。更要用你的心呐、啊，尽心、尽性、尽力を尽くしてそれを勉強しないといけないです。所以我们年轻人一定要听听老人言。
ですから若者本当に年寄りの話をよく聞いてください。你现在在物质文明太丰富。あたり物質の文明が本当に、まだ生活が豊かな。很难去体会什么叫做苦。本当に苦しみといったものを味わらないですね。因为父母都苦过来了。なぜまあ親がすでにその苦しみを経たんです。所以你一出生就是甘甜的。ですからその苦しみ下手のしあなた生まれてからいつも甘い甘い。但是你听不进去父母为什么我们有今天的甘甜。しかし親がなぜ今日我々この甘いみまだそのいい生活あるかそれを話を聞いてくれない。就是因为有爸爸妈妈的苦。それ親の苦しみあってからあなたのいい生活あるんです。今天的苦尽甘才来。ですから今日は苦しみが過ぎ去って甘みが出てくる。好，你不听，你就是出生就享受，享受，一直享受。ですからその話を聞いてくれないし、あなた生まれてきてからいつもいい生活を送ってきてました。就这样子，吃喝在过日子吗？そうするとただ食べ飲み。それで生活を送ってますけども。都不会去珍惜什么才是重要的嘛。ですから、その生活の中に一番大事なものをお持ちなんでしょう。为什么主耶稣说、一条灵魂胜过全世界。なぜ主様は一つの魂が全世界より勝っているというふうに言ってるでしょう。再提醒你们、你是人呐。我々に言ってることは、あなたは人ってあるです。你是万物之灵的人呐。あなたが万物の霊長である人です。你有这个灵、你才有生命。あなたが魂あるこそ人まだ人間という。没有灵就没有生命。魂なければ人まだ人間というふうに呼べない。看雅各书。ヤコブによる手紙。第二章。第二章。新約聖書。ヤコブの手紙。二十六节。二章の二十六節。雅各书二章的二十六节。ヤコブの手紙二章二十六節。二十六节这里告诉我们，身体没有灵魂是死的。魂のない体が死んだもの。であると同様に。所以如果我们失去了灵命，就什么都没有。ですから魂、霊の命がなくしてしまうと何も残ってない。那我们今天既然这样子，就更要看重我们的灵命。ですから今日この話を分かると、さらに自分自身の霊の命を重んじましょう。身体没有灵魂是死的，就是不是身体是尸体。霊魂のない体が死んでいるというのは死体である。那万物之灵的人，如果这个灵命死了，那你就是死定了。ですから万物の霊性を人が魂がないと、それあなその人も死んでると。传道书。伝道の福音。旧約聖書。第九章。九章。第四节。四節。传道书九章的四节。伝道の福音。九章四節。这句话也很好，很有意思。この言葉もとても面白いっていう。一切活人相连的那人还有指望，因为。活着的狗比死了的狮子更强。すべて生きるものにつながるものには望みある。生きる犬は死神に勝るからである。狮子谁敢跟他比？生きてる時の獅子誰も比べるものならない。百兽之王。すべての獣の王である。但是这只百兽之王死了。しかし獣の王である獅子が死んでしまったら。不如一只活着的狗。それが生きてる犬よりも、生きてる犬が死んでる獅子より勝っている。猶太人的猪跟狗都是很卑贱、被瞧不起的。ユダヤ人の話しながらの犬とまた豚というのは本当に、とても卑しいものである。好，在卑贱当中的这一条狗都胜过你不可一世的狮子、百兽之王，因为你死了。しかし、最も卑しい犬であっても、死んでる獅子より勝ってる。这就是告诉我们什么？生命非常宝贵。これ何を言いたいと言いますと、命の尊さです。所以我们一个人活在这个世界上。ですから、一人の人がこの世に来ているとき。你要先懂得珍惜自己的生命。まず自分の命を大事に思ってください。看重自己的生命。まだ自分の命を大事にしてください。如果不懂得珍惜、爱惜自己的生命。もし自分の命を、お持ちなければ。那你拥有像所罗门王这样的富贵。そうすると、例えばあなたさんがソロモン王のように栄華を持っても。吃喝玩乐、所罗门王说、我眼睛所看、我心所想要的、没有一样没享受。ソロモン王は私は目に見ていること、まだ自分欲しいことを全て手に入ったと。所罗门王说、吃用享福、谁能胜过我。自分の飲み食い、誰が私より勝っているでしょうか。他这个不是骄傲哦。そのまま自分が誇っている、高ぶっている。事实哦。それは事実である。但是他怎么讲。しかし、
後にどういうふうに述べたでしょう。最後这些我觉得都是空。しかし最後に私は思ったこれすべてのものは空である。我要什么就有什么。私は何欲しいでそれすでに、すぐに手に入る。真的是食べ放題飲み放題的。本当に食べ放題まだ飲み放題である。他说最后都是空。しかしこれらすべてが無意義である。没有意义。何も意義がない。所以这个老人最后他讲。ですからこの老人が最後に言いまして。看传道书。伝道の文最後に言いましょう。第三章。すみません、三章。传道书第三章。伝道の文三章。三章的十八节最后一句话。三章の十八節の最後の部分。说神要试验我们人啊，使他们觉得自己不过像兽一样啊。我们人好好的人，怎么突然间跟兽一样？神は彼らを試して、彼らが自分たちが獣に過ぎないことを悟らせられる。十九节这么说了。十九節。因为兽也是吃喝玩乐死啊，我们也是吃喝玩乐死而已啊。十九節。なぜならば、獣が食べて飲んで、それがその後に死んで、しかし、人間も同じように食べて飲んで、それ後、息を絶えていく。二十节就是创世纪里面说的，神用尘土造万物，神用尘土造我们人，大家都一样。二十節が創世記の中に書かれてある、神様がみんな塵から出ていって、まだみんな塵に帰る。二十一節就问我们了。二十節の我に問い。所以你们在世界上只知道吃喝玩乐的人，我问你，有谁知道你的灵应该要往上升的？ですから誰が知るか、人の子らの霊が上に上り、獣の霊は地に下るかを知ってるでしょう。我们人之所以万物之灵，是神把灵赐给我们。人が万物の霊所というのは神様から霊が与えていただきましたので。如果我们这个灵命死了。もしこの霊がなくなってしまう。你没有让他活着。あなたはこの魂を生かせてないと。你丧失灵命。あなたの霊の命をなくしてしまう。只有这个躯壳在这里活。そうすると、ただこの体が生きてる。一点意义都没有。何の意義もないです。你要跟野地的百合花比看看。あなたが野の花と比べてみると。它有生命才宝贵。花には命があって、それが尊さ。那我们真的生命是什么？ですから、俺本当に死はどこにあるんですか？要找到耶稣基督。それは誠のイエス・キリストを、探すことですね。如果没有找到耶稣基督。もしイエスを見つけてないと。我每个人因为亚当都死定了。誰でもアダの、アダのせいでみんな死んでしまうんですね。借着耶稣基督、我们才能够活过来。ですから、イエス・キリストによって我々は、復活することができます。所以我们不要只想到羡慕人家的荣华富贵。ですから、ただ他人の、富まだ、宝を敬ましいばかりではなく、你要去深入探讨他的价值观到底有没有。深く掘ってその価値本当にあるかどうか。这些到最后都是朽坏的。これらものすべて最後になっていく地でしょ。都是不值得一提的。それもね話にもならないもので。所以传道书十二章的七节才告诉我们。ですから伝道書の十二章。天道の富民十二章七節には十二章の七節十二章の七節我们的灵要归给神要回到神那里去霊はこれを授けた神に帰る那你要怎么样归到神那里去ではあなたがどういうふうに神様にところに帰るでしょう是这个传道书十二章的十三节十二章の十三節总意要敬畏神谨守他的诫命子供の帰するところはすべてに言われた。すなわち神を恐れ、その命令を守り。主耶稣来到世界告诉我。それが主様がこの世に来て我々言いました。借着我回到天父那里。私を通して天の父ところに戻りましょう。如果我们真的敬畏神。ですから もし本当に神様を敬うならば。就会听神的话。それ神様の話も聞くでしょう。你如果敬重父母亲。ですから、親を敬重するならば。孝顺父母亲。また親孝行するならば。你会听父母亲的话。ですから、親の話も聞くでしょう。就不会让父母亲伤心了。ですから、親の心を傷つけないでしょう。就会谨守父母所吩咐教导。それでも、親の命令まだ言われたこともしっかり守ってやります。所以耶稣说你借着我就回到天父那里。ですから、イエス言ったことを私を通って、天の父ところに戻ります。那我们今天就不要迷失在这个世界。ですから、本日私たちがこのように迷っているわけはいかない。荣华富贵真的会迷惑我们的。栄冠まだ富我々を惑わすと思いますけども。但是你就去想想主耶稣说的。しかし我々が神様がまだ主耶様がいたことを思い出しましょう。你去看野地的百合花。野の花を見ましょう。它有生命。
命があって。这些荣华富贵都没有生命。この我々今、取ろうとしている栄冠が何の命もない。为什么你一直在追求没有生命的？なぜあなたが命がないものを求めているでしょう？你已经迷失了。あなたはもうすでに迷っているので。你的灵命，你的灵体。あなたの内の命、内の体。才重要。それが最も大事。那个才是你的生命的源头。それこそあなた命の、源である。哥林多前书。コリントビトへの手紙。十五章。コリントビトへの第一の手紙十五章。コリントビトへの第一。四十二节到四十四节。第一の手紙四十二節から四十四節。四十二节到四十四节，这里给我们一个很强烈的对比。四十二節から四十四節、我々が一つ強烈な対比を。必朽坏跟不朽坏。朽ちるものと朽ちらないもの。有羞辱跟荣耀的。まだ癒しものと栄光あるもの。有软弱跟强壮的。弱いものと強いもの。这就是血气的身体跟灵性的身体。肉の体と霊の体。所以我们现在活在这个世界。ですから今このように来て。就是血气的身体。我々持っている肉の体。就是会必定会朽坏的。それは朽ちるものであって。会朽坏就是会烂会臭。朽ちるというのは腐ってまだ腐るんです。这个哪里有荣耀？それにその中には栄光ないです。但是你灵性的身体。しかし霊の体は就是能够复活升天的。それが蘇って天に昇るんです。这个是不朽坏。これは朽ちないものです。这个是荣耀。これはまた栄光あるもの。聪明的各位，你到底要哪一种？賢い皆さん、どちらを選べるでしょう？所以你要去考虑。ですが、それについて考えましょう。从今以后，我的价值观，我要怎么抉择？これから我々自分自身の価値観がどうなるでしょう？活着不是为了吃喝玩乐。生きるのは食べ飲みのため生きるじゃなくて。我也不是说你不能玩乐。まあ当然遊んではならないというふうに言ってないんですけども。而是你吃喝玩乐要合乎神旨意。まだ食べ飲みまだ遊び事は神様の身胸にかなってないといけない。要更加珍惜自己的生命。でさらに自分自身の命を大事にしてください。我们绝对不被迷惑。我々絶対に惑わせはならない。那这样子我们就会活在主恩主爱里面。それで我々は神様の恵み、まだ神様の愛の中に何況我们今天进入真耶稣教会。さらに今日私は真耶稣教会の中に入って。你应该要知道你所信的是谁。あなた本当に自分が誰を信じるか分かるべきでしょう。刚才赞美诗135提醒我们。先ほど賛美歌135番我々に聞きました。以前不认识耶稣，不知道有天国。昔神様を知らなくて天国があることも知らない。一直为世界嘛。ずっとこの世のために忙しい。现在你知道你所信的是谁。しかし今あなたが自分が誰を信じていることを分かっていますので、多为你自己的灵命进天国来忙。自分の霊の命が天国に入れるように忙しましょう。所以甘愿多为主付出。ですから主のために願ってそのために頑張りましょう。全家福常常来教会。全家族揃って集会に来ましょう。全家福常常侍奉主。まあ全家族揃って神様に使いましょう。你就是在为耶稣忙。それがイエスのために忙しい。你忙得不会朽坏。それでその忙しみが得たものが忙得不会落空。まだその忙しいの取ったものがそれが苦ならない。你忙得你的生命越来越丰盛。その忙しによってあなた命も豊かになる。